皆さん本当にあのサムネイルぜひねあの使ってもいいよっていう人がいましたらぜひあの使わせてください本当にねえ。コレタの喉ひどかった、ね、いや喉よりも腹の方がひでえだろ、うん、お前もっとひでえものをぶら下げといてお前何言ってんねんパンツの上かぶっとるからどうせお前あんなもん、うん、パンツのウエストの部分全く見えないから、うん、本当に心配いる心配いる？だってもう、あの、何十万人が心配してるでしょ？そこで俺の心配いらないだろ、別に。あ、龍角散タブレットよかったでしょ？そう、マジでこれ一番いいから、本当に。咳出るときとか。だから誰かお前、あの、これの住所知ってるやつお前大量に龍角散タブレット届けてやれよ。いや、これま、本当にね、咳出るときマジで楽になるから、これ。本当に。これ楽になるからね。そう。誰か龍角散タブレットを買ってやってくれ。うん。粉の龍角散もいい。知らねえ、うるせえ、お前のところのお前の事情は、お前。こっちはお前。今まで一番使ってきた中で一番いいつって言ってんねん、ハゲ。わかんないやつだな。うん。会おうか。知るか。お前たちのその、なんか、鼻くそみたいな。あ、事務所に送れ、送れ、そうそう。イソジンのドアメよりも効くかな。よし。これが一番切ってる！わからんやつやな。これが一番だってずっと言ってる！バカ！カスか！これが一番だっつって俺言ってんね。マジでわからんやつやな、本当に。これが一番だっつって、俺5、6年咳が止まってねえっつってんね。5、6年咳が止まってねえ中で、これが一番良かったってずっと言ってんねん！バカ！本当に。どうなってんねん、脳みそは。バカか。いや、だってずっと言ってんねん、俺。ずっとそう言ってんねん。ずっとそう言ってるにもかかわらず、これとどっちがいいですかって、バカか。一番だっつってんねん。アホか。本当に事務所送れ送れ。事務所にお前大量のこれ届くけどね。そしたらこれ大量のこれが届くでしょ。事務所にお前らそれぞれ送ったら、なんかいっぱい今ちょっと DM 届いてるな。ちょっと待って、好きな方をどうぞサムネいただいたけど、お前マジでさお前の、そういえばお前の相談の時、お前のサムネイルにお前のあのパイオツ使った時に俺広告剥がれたんだよね。だから、お前際どいね。本当に。際どいね。マジで。ちなみにサムネに使っていいってことはみんなに見せていいってことでしょ？だからちょっと見る？お前たち。破壊力抜群の。これで広告剥がれたっていうサムネイル。見る？まあ、僕の配信をいつも見てくださってるね。L カップの、爆乳さんがいるんですけど、好きな方どうぞっていうことなんですけど、まあ、1枚目こちらですね。でかいね。溢れてんね。これで俺、YouTube、広告つかんかってん。広告つかんかってんよ、これ。ほんでね、そう。で、もう一個が、まあ、こちらですね。こちらでございます。この人、ウエスト細いんですよ。すごい。細 L カップですからね、この人ね。スタイルいいっすよ。そう。腕も、足も細いですからね。すげえ結構ジムで。ま、そうだな。顔がねえんだよ。そうだ、お前。顔がねえ。これ使えねえよ、お前。顔がねえから。あ、いっぱい DM 届いてます。ありがとうございます。良ければぜひ、前にもいただいた可愛い子、サムネイルに使っていいってことは見せていいってことですよね。ありがとうございます。可愛い子。可愛よそ。ね、可愛よそ、まあそう。可愛よそ、まあそうね。ありがとうございます。使わせていただきます。で、あとまた他にも来てますね。はい。だから画像が切れてないやつっつってんのに分からんやつやな、本当に。分からんやつやな、お前、本当に。横ハゲババ。マスクもついとるし、どうやって使ったらええねん！頭切れとるし、
いや、だから、今、三分の二で切れてんねん。おう。三分の二で切れてる、バカだから。わからんやつ。本当に。わからんやつら。だから、この子は頭ちょっと切れてるけど、このぐらいだったら全然 OK。うん。このぐらいだったら全然 OK っていう。そう、この子だけ。人の話聞いてんの。うん。俺の話聞いてんの、この子だけや。うん、この子優秀、うん。多分おそらくこの中で一番若いやろうけど。一番若い子が一番優秀。な、分かっただろ、お前ら。うん、こういうことや。最近の若いやつだとか言うやついるだろ。な、最近の若いやつだとか言うやついるけどさ。な、若いやつの方が優秀やね。マジで。本当に。な、若い子の方が優秀。よく聞いとる人の話を。本当に。ありがとうございます、本当に。使わせていただきます。若い子ね、ありがとうございます。うん、はいはい、よろしくお願いしますね。ということでね、ありがとうございます。そうだ、条件満たしてるからこの子だけ、うん、3分の1でこの子だけ、はい、っていうね。うん、プリクラの画像難しい。どうだろう、プリクラの画像どんな感じなのかにもよるけどね。そう、どんな感じなのかにもよります。うん、エルカップ他の写真で俺顔知ってるっすけどね。ただ、その、他の写真で顔知ってるんだけど、その顔が出てる写真は父が出てるんだよ。そうなんですね。残念ながら。一子まとわぬ姿になってるんで、それ見せられないですよ。残念ながら皆さんにね。顔が出てるやつは父が出てるっていう。はい。突起物が出てるんですよ。いや、ほんとそう、マジで絵まで描いたのにな。プーさんも若い子好きか。芸能人で、例えば、ウド鈴木とか、あとは、誰だ？ウド鈴木以外に誰がいたっけ？熟女好きって言ってる芸人誰がいたっけな。熟女好きって言ってるやつ、結婚、あ、ロバート秋山もそうだ。そう。で、あ、カスガとか綾部もそうだ。全員、熟女と結婚してません。全員、年下と結婚してます。はい。え？知らないんすか？知らないんすか？熟女好きの奴らってみんなビジネス熟女好きやで。うん、この世に熟女好きなんてビジネス以外でおらんねん。わかったかお前。うん、熟女はいつから、30からだね。だからお前らもう全員熟しきってるわお前。熟しきって肉コップになっとるお前ら。熟しきってその熟した分の水分飛び切ってもう粉だね。マジで。そう、粉です。お前たちのこと、俺は粉だと思ってます。はい、よろしくお願いします。ああ、なんか、また来ました。はい。若い頃のですが、少し顔途切れちゃってますが、どうぞ。画像は？画像来てねえんだが？おう、画像来てねえんだけど。うん。画像来てねえのに。画像、どうぞって言われてるけど、画像は来てないっていう。何をどうぞしたら、どうぞされてんね。おう、マジでよ。おう、いや、わからん。あ、来た、画像来た。あ、画像が遅れてきたのね。うん。まあ、サムネイルに使っていいっていうね、ことなんでね。うん。配信にもちろん当然載せてもいいと思うんで、まあ、お見せしますけども。うん。まあ、こういうことらしいんですけど。顔切れてるくね？うん、顔切れてるくね、うん、なんかよくわかんない顔しとるけど、これ、俺これで笑わないよ、うん、マジで。俺これで笑わないけど、うん、あ、笑わせようと思って送ったわけじゃないの？うん、それだったら笑うけど、うん、笑わせようと思って送ったんじゃなかったんだったら、うん、笑うけどさ、うん、それは。うん、聞いてないの？人の話、基本的に。うん。なぜ、うん。どうしておばさんって人の話聞いてくれないの？マジで。うん。なぜおばさんって人の話聞かないのかな？ああ、マジで。うん。おばさんって、どうして人の話聞かない？うん。これ何？地獄なの？
うん、日本語でコミュニケーション取れないの。マジで。うん、本当に、うん、そう、お手本まで見せたのにね、さっきあの一人この子正解ですっていう、ね、一人だけ唯一、正解してたこのやつ。うん、なんでいやだから本当にね、いやもうマジでね、うん、やばいよ、世界は。日本は終わりやで。うん、もう地獄の世界。うん、本当に。うん、どうかしてんね、うん。本当に。やばい、うん、いやもうゲを吐きそうです私は、うん、なんだっけこれ何 あこれか、うん、よいしょ、YouTube サムネに、はい、あとクラウンからも来てるからな、うん、クラウンな、うん、クラウンとかいうゴミカスから、うん、あいつ聞いてねえのか今日、うん、クラウンとかいうゴミカス、うん、だからちょっとじゃあもう、うん、自分中心だから横ハゲ使ってほしいしんで、うん、ちょっとよくわかんないけど、うん、クラウンっていう変なやつが、今度は見切れてない。うん、いやもう送ってこないでください、あなたはマジでもう送ってこないでください、本当にマジであなたはもう二度と送ってこないでください、本当に勘弁してください、うん、本当にごめんなさい、本当にやめてください、もうちょっとマジでやめてください、もうじゃあ見せるけど、なんだろうね、顔白飛びしてわかんないんだよね普通に、今度は全身映ってるんだけどさ、顔が白飛びして全くわかんないっていうさ、もう本当にちょっとマジでやめてください、本当に。これめっちゃ迷惑です。はい。あ、もうこれ嵐としか思ってないです、マジで。次送ってきたらブロックします、マジで。もう本当に、日本語通じない、わからん、本当に。もう発想がわかんないね。顔面白飛びしてんねん、全部が。そう。だもう意味がわかんなくて。そう。ガチで。うん。なんかもう。もうなんだろう。どうかしてるんだよな。うん、本当に、うん、いや頑張りますじゃなくて、嵐じゃないが頑張りますじゃなくて、頑張らないでくださいって言ってるんですよ。もう送ってこないでくださいって言ってるんです。はい。本当にここも日本語通じてないね。うん、ここも日本語通じてない。もう送ってこない。あなたはもう二度と送ってこないでくださいって言ってるのにもかかわらず、嵐じゃないですが、頑張りますって言ってんね。いや、だから、やめてくださいって言ってるのが通じないね。そう。本当に。俺今、もうなんか、わからん。なんて伝えたらいいのかがわからん、俺も。うん。どうしたらいい？うん。マジで。いや、本当に無理です。本当にやめてほしいです。うん、本当にやめていただきたいです。うん、マジで、はい。もうな、わからんね。通じないね。うん、やめてくださいって言ってるのに、いやごめんなさい、冗談じゃないっすよ本当に。やる気は負けませんじゃなくて、いや怖い。え、どうやったら伝わるの？どうやったら伝わる俺。マジで。じゃあ、どうしたらいい？本当にやめてくださいって言ってるのにさ、どうしたらいい？やる気だけは負けませんってまだ言ってるんだよ。え、怖い、怖いよ、もう。え、怖いよ。うん、怖い。うん。もう、ちょっと、うん、嫌だ。うん、怖い。うん。まあ、ということでございますんでね。いや、本当に振りじゃないです。振りじゃないです。うん、アホって言ってるお前がアホだけどね。うん、俺、土地者叩きとかそういう叩きやめろっつってんのに、それなのにもかかわらず、アホって言ってるお前がアホだよ、俺は。だから嫌やねー。もう嫌やねー。二次的、三次的なことが始まんねー。もう嫌やー。はー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 。
やめてってコメントでいつも言ってんのに、アホとか言って、おめえがアホで、カス、うるせえな、こいつらも。ああ、地獄だ、マジで。ああ、地獄の世界だ、ここ。本当に嫌だ。ああ、本当に嫌だ。マジでアホしかいない。アホとアホがせめぎ合いしてんだよな、マジで。きちい。3枚目待ってるんだけど。だから、お前もノリがわからんねん。本当に。嫌だっつってるノリが。だから、お前、ここが切れてる写真送ってくんねん、お前。な。それはさ、ババアたちはババアたちの世界でさ、そういうなんか、わけわかんないババアたちはわけわかんないババアたちの世界で、ツイッターかなんかでやってくんない？それ。マジで。それは、それでやって、そこで。俺の枠でやらないで、それ。バカだろ？本当に。いや、これ切り抜けない。これ切り抜けないよ。これ切り抜けない。だって、なんだっけ。音楽かかってるから、BGM 今日。そう。いや、本当に。ごめん。ブロックするわ、この人。この人ブロックする。ダメだ。もう一回また送ってきた。ブロックする。ダメだ、この人。通じない。普通に。ブロックした。ごめん、ごめん。ブロックした、ブロックした。ダメだ、普通に。本当にやめてって言ってんのに、本当にわかんないんだよ、多分。やばい。DM ブロックした。普通に。ダメだ、マジで。